はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではイース1ですね、続きをやっていきたいと思います。現在ラドの塔3階におりまして、レアに話を聞いたところですね、まあ、このままダルクファクトの元へ向かっていきたいと思います。まあ、その前にね、前回戦ったボス戦があるんですけど、ボスの前までちょいきなりだけどサクッと行ってしまいますか。やべ、勢い余って突っ込んじった。これもでもダメージ量はだいぶ変わってるけど、めんどくさいことには変わりないな。いや、このままだと負けるな。ノーダメージで通過できないかな。しかもセーブしてないからさ、ラドの塔からやり直しなんだけど、死んだら。あ、大丈夫だ、今のはダメージ食ってない。いっていっていって、一発食らうとすげえ食らう。あ、あれが減ってる、数が減ってんね、バリアの。よしよしよし、といってもあと21しかない。やばいやばいやばい、ギリギリのところで負ける、それが俺だからな。2発耐えられるかな、一発しか耐えられないかな。一発しか耐えられないな、多分。むしろ一発食らったら死ぬ恐れすらあるからね。ひって、耐えられるか。やべ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 、死んだ。またここまで来んのか。なんとなく道順は覚えたからな。よし、ここでヒットポイントを回復させてセーブしていけば、さっきの調子だったら大丈夫だよね。負けることはなさそうだ、ヒットポイントは全開であれば。よし、行こう。多少ご了してもいいんじゃないかって言うと負けるんだよね。最初の方か、やっぱり最初の方があれなんだね、ダメージ食らう要素はでかいね。ご了承、どう、ちょ、ご了承すぎ。さすがに2体がこう交差するときはやめとこう。ダブルでダメージを食らう恐れがあるから。ちょ、待って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 、また例の、結局なんだかんだ言ってすげえダメージ食ってんだ俺。落ち着いていこう。ボス本体には多分ダメージソースみたいなのないから、ないっていうかね、食らわないから。ほら、周りの手に食らわなければ大丈夫なはず。もういっ一体だったらまあなんとかないでしょう。いって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 、あと一発くらい。オッケー、よし、ヒットポイントは全開。あ、え、そういうシステム、こっちから来たんだ。でこの中に入っていくと、ちょっと一応ボス倒すごとにこまめにセーブしていかないとね。また戻される恐れがあるから。あれ、音がない。おお、おいて。扉に触れた瞬間腕に激痛がした。
は？アイテム。ブルーネックレス。でいいかな。ダメージを食らってるわけじゃないけど。わかんねえ。でですね、ちょっと攻略サイトを見てみたら、一応まあちょっと、どれだったっけな、メガネ一回つけよう。解説をするために、ディースの本読むじゃないですか。で、ジェンマの書。で、ここのジェンマの書で、真ん中から下ですね、ジェンマの家系に古くから伝わるものがある。透き通るように青い金属のメダルだ。これには魔物によって仕掛けられた呪いを打ち破る力のあることが判明しているのだみたいなのって、要はジェンマって誰なのかっていうと、ルタジェンマなんですよ。ルタジェンマにこの青い金属のメダルをもらいに行かなきゃいけないみたいですね。メイドくせ、どこだったっけあいついたの。結構前だよね。じゃあちょっと行ってきますわ。一応話しかけてみよう。何、最上階にある扉に触れたら火花のようなものに弾かれてしまっただと。ふむ、どうやら強力な結界が働いているようだな。わしの首飾りもジャハの力を秘めているが、最上階の扉を開くためにはそれ以上の力を秘めた品物が必要かもしれん。そういえばルタという青年が首飾りと同じ鉱石でできたゴフを持っていた。あのゴフならば、あるいはパクってくるか。いた。またここにいたか。よかった、彼女は無事でしたか。しかし会ったこともないのに、どうしてこんなにその娘のことが気になるのか、自分でも不思議ですよ。浮気じゃねえかこいつ、嫁さんいるのに。おや、その川張りの本は。ジェンマの書をなぜあなたが。それは私の祖先が記したものです。私が幼い頃に紛失してしまって、ずっと行方が分かりませんでした。その昔父からこんな話を聞かされたものです。6冊のイースの本をすべて集めた者には、この地に平和をもたらす力が与えられる。アドルさん、これは私の家に古くから伝わる品です。どうか受け取ってください。ブルーアミレット。足の傷が思ったよりも深そうです。どうやらここを動けそうにありません。構わず先に行ってください。私のことなら大丈夫、なんとかなりますよ。傷が深いのに動けないのに、まあ、魔物は来なそうだけどね。ブルーアミュレットをさ、俺に渡しちゃったらさ、大丈夫なのかな、ちょっと心配。一応もらってきたからまた話聞いてみる。ルタ君から呉服を預かってきたのか。うん、その後、ならば最上階の扉にかけられた結界を解除することができるかもしれん。おそらく最上階には塔を支配する全ての元凶がいるはずじゃ。何者かは知らんが、真っ当な方法で太刀打ちできる相手だとは思わぬ方がいい。アドル君、くれぐれも気をつけるのだぞ。これか、ブルーアミュレット。ジェンマの家系に受け継がれた魔除け。凛とした青白い輝きとわずかな霊気をまとっている。結構さ、すげえものじゃん。なんかどんくらいの大きさかよくわかんないけど、よし、これでじゃあ行きましょう。ナウローディング。
これ、ダルクファクト。ほう、お前があの占い師の見出した剣士か。よくぞ本をそこまで集めたものだ、褒めてやろう。だがイーツの本に隠された謎を知られては私の結核が振り出しに戻ってしまうのだ。このようにダルトファクトの名を残すためにもお前にはここで死んでもらう。その程度の力で私に挑むとは、己の武力を呪いながら口当てるがいい。あ、しまった、クレリア装備してね。装備不能だし、確かね、これ死ぬんだよね、あの落ちると死んだ。ちょっと待った、あれだ、おし、じゃあクレリアに装備し直したんでこれでいきましょう。どれくらいで倒せるかな一回じゃ倒せなさそう。相手のもう動きを見て多少パターン化してんのかな、ちょっと動きはパターン化してるけど、相手が来るところに備えて、ちょっとめんどくせえな、やばい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 、ダメージを与えるとあれだね、床が崩れるね。ってことはダメージを与える場所によって変えていかないとちょっと厄介なことになりそうだってかめんどくさ、動きは単純だけどめんどくさい。よし、オッケー、まあなんとなく追っかけてれば倒せるっていうそんな感じ。ヒットポイントは回復した、マントだけ残されている。え、あ、男のマントから最終章が見つかった、イースの本。読めってことか。ファクトの書。鮮やかな朝焼けの映える朝、突然あいつの追撃が止まった。なぜ止まったのか今はまだ知る由もない。だがこれは喜ぶべきことだ。イースから災いが消えたことに違いはないのだから、再びあいつが現れた時のためにイースを集結した力をここに封じ込めておく。6冊を手にした者にその力が与えられ、その者こそ平和に導く指導者となるであろう。しかしこの書を目にする者はもう一度考えるがいい。魔の力を行使する者は魔の力にやがて滅びる。心を置き忘れた繁栄がいかに虚しいものかを。元凶を追求する者は何を悪と定めるだろう。美しい宝玉も魔法の金属も全て女神が与えし、イースの宝なのだ。アドルが6冊の本を重ねるとまばゆいばかりの光があふれ出し、辺りは柔らかな安らぎに包まれていった。ちなみにですね、その銀として発掘されていたのは実は銀じゃなくてクレリアなんですよ。クレリアと銀は別物で、まあ、シルバーソードってあるけど結局はクレリアソードなんですよ。でクレリアは魔法金属なんで、ちょっと魔も一緒にね導いてしまうという、そんな感じです。朝日が昇ろうとしていた。空は次第に明るみを増し、塔の輪郭が浮かび上がってくる。解き放たれたように鳥が
泣き始め、魔物の姿は潮が引くごとく消えてゆく。アドルの心は旅を終えた充実感に満ちていた。すべてが安らぎに満ちていた。その中で彼は長きに続いたイースの歴史を眺めている。本に書かれてあったことが次々と現れては消えていき、やがて女神の姿が浮かんできた。その顔はおぼろげだったが、アドルは不思議とその二人をよく知っているような気がした。アドルが静まり返った地上を見下ろすと、そこにはジェバの家がひっそりと立っていた。フィーナの記憶はもう戻っただろうか。地上に帰ったら真っ先に彼女にこれまでの出来事を話してやろうと思った。どこからともなくまばゆい光があふれ出し、アドルを包んでいく。まるでその光は彼を祝福しているかのようであった。そしてアドルの新しい旅が始まる。ダームの塔が沈黙しました。いかがいたしましょうか。面白い。アドルとやらがどこまでやらか見てみるとしようぞ。承知いたしました。というわけで、このままイース2に入っていきます。大丈夫？君は？よかった、私はランスの村のリリア。ここは一体？ここはイースっていう国。私胸騒ぎがしてここへ来てみたの。突然あたりが光に包まれて、あなたが空から。
さっきのね、エンディングからの続きになるんで。で、作品によってはね、1と2通してのレベルがあったりするんですけど、今回はレベル1からですね。空から落ちてきたですって。確かにそう見えたの。レノアさんどう？よし、怪我の処置はこれで終わりだ。大丈夫だよ、傷は大したことない。見習いの僕でも十分だ。お、気づいたようだね。安心して、ここは私の家です。君、名前は何て言うんだい？アドルは名前を名乗った。アドル君、怪我の方は心配ないけど、随分疲れているみたいだね。もう少し休んだ方がいいよ。リリア、バノアさん、しばらくゆっくりさせてあげてください。僕はそろそろ診療所に戻ります。兄貴が帰ってきているかもしれないので。ご苦労様です。アドルは世話になりっぱなしだな。アドルさん、今は何も気にしないで眠ってください。というわけで、ではイース2始まったところで、レベルは完全に戻ってますね。リリアの家、装備はシルバーソードとか全て失っている。そう、確か飛ばされてきた時にね、このシルバー系の装備は全部落としたはずなんですよ。で、アイテムも何にもないはず。ちょっと間違えちゃったけど、全然読んでねえや。あ、こんなんあんだ。フィーナレア5番豚ジェンマ。埋まってねえのが結構いっぱいな。あ、イース2から埋まっていくのかな、ここは。アイテムちょっと見よう。あ、で、そう、イースの本は全部持ってるという感じですね。というわけで、では次回からイース2やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。